友野さん、ありがとうございます。おっさんが立っていた。電車待ちの列、私の隣、小さい人だった。ジャンパー、スラックス、バッタ屋で買ったようなカバンを肩からかけ、朝黒く短髪、靴だけが高そうだ。ハイキング雑誌の検証にでも当たったのか。アウトドア派には見えないが、合同ハイキングに精を出した後輩世代には違いない。嗅ぎ覚えのある匂い、見ればおっさん、マックのチーズバーガーを貪っている。ひたすらに食らっていた。食らえ、おっさん、チーズバーガーを思いの限り食らえ、おっさん食らえ。おっさんが食い終わったのを見届け、文庫本に目を戻すが、その刹那、まともや香ばしい匂い、こっそりと横を見れば、おっさんの手に青い包み、フィレオフィッシュだ。おっさん、香りつくが、チーズバーガーを入れた腹、先ほどのような勢いはない。なかなか喉を越さないようで、やたらと噛んでいる噛んでいる。たくさん口に含んだ後、もがくように噛みしなえている噛みしなえている。頑張れおっさん、やっと飲み込む。よし、あと三口だ。おっさん、味は不安なく、しかしゆるりと噛んで飲み込む。繰り返すこと3回、必死の所作、必死の演歌。くらえおっさん、あと少し。食べ終わったおっさん、包み紙を丁寧に折りたたんでカバンの中へ。カバンがハンバーガー臭くなるんじゃなかろうか。駅のホームでハンバーガーを2個、そんなに腹を空かせていたのかおっさん。けれど分かるぞその気持ち。私も今猛烈に腹が減っている。気持ちくて時折涙が出そうだ。おっさん、あんたは涙をこらえるためにお行儀度外して食ったのか。食らえおっさん、食らえ。見なかったふりをしよう。食らえおっさん、食らえ。食うことは生きてる証、恥じることなどない。食らえおっさん、力の限り。食らえおっさん、食らえ。あ、アップルパイも持ってる。